猫抱っこチャレンジとは、ターゲットに指定された猫を、5分以内に自然な形で抱きかかえ、固定カメラの前で5秒間撮影できれば成功となる。抱っこできず逃げられてしまったり、5分以上経過してしまうと失敗となる。なお、猫を追いかけ回したり、抱っこした猫をホールドする行為は、人として失格となる。今回のチャレンジャーも、前回に引き続き、平野選手、45歳。前回、自分の家の飼い猫で、無効という結果に終わってしまっているので、今回はぜひとも、良い結果を出してもらえればいいなと思いますね。さあ、今回のターゲットは、クロちゃんですね。クロちゃんはもう地元で有名な、まあ、地域猫なんで、誰にでも簡単に懐くんで、まあ、この猫ちゃんは初心者でも簡単に抱くことができる猫と思われますね。さすがにここはもう手堅く成功しておかないと、まあ、今後の試合に大きな影響が出るんじゃないかなと思いますけど、頑張ってもらいましょう。さあ始まりました、猫抱っこチャレンジ。もう早くもクロちゃんを見つけたようですね。あー、クロちゃん、いつものように門の上に乗ってあくびをしてますね。まあ早くも、まあ早い段階での、まあ、カメラの設置ですね。あ、結構いい位置でしょうね。この外でカメラを設置する際に気をつけないといけないことはですね、人の家の表札なんかが入らないように、あと車のナンバープレートなんかが映り込まないように気をつけて設置する必要がありますね。まあその辺は問題ないようで。さあ、クロちゃんに行った。あ、いきなり抱きかかえるか？うう、抱え上げた。あ、簡単に上がりますね。あ、いや、ちょっと一旦起きますね。何が起こったのでしょうか。あ、人が、通行人が通ってますね。これはですね、この猫抱っこチャレンジ、まあ、猫を抱き上げる瞬間を人に見られてしまってはいけないというルールがありましてね。牛の国参りと同じ感じですね。まあ、それで見られてはいけないんで。今ちょっと一旦起きましたね。あ、でも、さっきの感じだと簡単に持ち上げれそう。あ、抱きかかえましたね。あ、そして満面の笑みでこちらに近づいてきます。さあ、これはもう成功でしょう。まあ、クロちゃんもおとなしく抱かれてますね。あ、ちょっと暴れましたね。あ、さあ、そしてまた門の上にクロちゃんを戻して。あ、これはもう間違いなく完璧に成功だと思いますね。あ、まあ、今回はもう手堅く成功ということですね。次回もまた期待したいと思います。一応判定と出てますが、まあこれはもう間違いなく成功でしょう。今回は前回の失敗が嘘のような、もう完璧な立ち回りでの成功だと言えると思いますね。いやー、やっぱり競技歴32年というのは伊達じゃないって言った、まあ、そういう感じの見事な猫抱っこでした。それでは次回も頑張って成功してもらいたいですね。それではまた。